マイナビニュースをご覧の皆さん、はじめまして。エグザイル兼ファンタスティックスの佐藤大樹です。ザランページフロムエグザイルトライブの陣です。はい、僕たちがね、あの MC を務めさせていただいている、はい、アベマの、シブザイルという番組なんですけども、はい、まあ、この番組はね、火曜8時渋谷からお送りするというテーマで、はい、毎週毎週エグザイルトライブのメンバーが生出演で、はい、ゲストで来ていただいてですね、今まで話してこなかった関係性だったり裏話だったり、ドライブならではのエピソード盛りだくさんでお届けしている番組ですよね。はい、そうですね。渋谷にまつわるちょっとこう内容があったりとか、うん、なんかこういつもの LDH のこうアーティストの皆さんよりもちょっとこう距離をぐっと縮めたような、うん、内容もあったりとかするので、こうライブとかでは見れないような姿というか、うん、あとグループの垣根を越えたそういったコラボもこの番組の見どころかなというふうに思います。うん、はい、開始早々すぐリモート収録に切り替わっちゃって自宅からこう2ヶ月くらいか届けた時、一番鍛えられましたね、やっぱり。中でもこうベビーネイルのお参加だと、スペシャルゲストで淳さんが来られた時、まあ、リモートっていう緊張感と、ものすごく大先輩っていう緊張感、もうあれは一番緊張したんですけど、こう数を重ねていくごとに僕らもちょっと慣れてきて、すごくテンポよく今収録できてるんじゃないかなと思ってますね。でもやっぱり生放送のテレビで、まあ、毎週というのは初めてなんで、すごいこうやってて、もちろん緊張もしたりとか大変なこともあるんですけど、それ以上に結構充実感はすごい大きいなっていう印象ですね。はい、まあ、前日に2時間ぐらいかけて台本を暗記するのも今もやってるんですけど、嘘絶対したことない。でもまめにチェックしてるよ、ね、台本は言いますね、やっぱこう不安なんですよね、ないと。僕はやっぱしっかり水を飲むこと口が乾いてしまうとやっぱ緊張で喋れなくなっちゃうんで、しっかり二口ぐらい飲んで。二口でいいな、そこは。そうトイレ行きたらあるから。なるほど、分かる。でもなんだろうな、本番前に2人で今ハマってるゲームがあってゼノというすごい XENO っていうカードゲームなんですけど、それをちょっと心理ゲームというか、それをやることで、まあ、今日のお互いのコンディションだったり、そうそうこう息の合い方が分かるので、それでこうリラックスしながら本番に臨むっていうのをやってるかもしれないです。最近もうよく一緒にいるのは、まあ、ランページのジンと、まあ、五木誠と、あとファンタスティックスだとケイトとか、まあ、中島颯太と一緒にいることが多いかな。この番組始まって多分家に一番入れてるのジンですね。そうですね、多いですね、はい、今まではグループ別々やったりとか、あと、エグザイルも兼任されてるんで結構忙しくて会わなかったのが、ちょっとずつこう会うタイミングが多くなったんで、お酒飲みながらっていうのもあるんですけど、こう共通のなんだろう、遊びみたいな好きで、ゲームとか、しかもこういうのじゃないですよ、こう対面、例えば人狼ゲームとかあるじゃないですか、そういろんな共通の趣味があって、そこからよく遊ぶようになりましたね。本当になんかそれがすごいこう楽しくて、うちの男だけで結構がっつり盛り上がって、もうアドレナリン分泌する音が聞こえるぐらい聞こえねえよ、フォーみたいな感じになるんですよそういうのでやっぱ仲がいいっていうのはありますよね、やっぱこう SNS の存在のデカさを改めて知りましたね。この自粛期間でやっぱこうライブができなかったりとか、テレビに出れない分、そこでの発信が一番、ファンの人のアクションもすごい大きくて、なんか元気そうで良かったですとか、コメントがすごい見れるじゃないですか、僕らも。だからなんか繋がってる一つのコンテンツとしてものすごく大事だなっていうのは改めて一番感じましたね。僕ら自身ももちろんライブできないっていうのはすごいストレスで、やっぱ時間がどれだけ楽しくて貴重だったのかっていうのを思いましたし、やっぱこうライブっていうものがなんかこうファンの人にとってエンターテインメントっていう空間だけじゃなくて、やっぱ人と人ととしてなんかつながり合える空間だったんだなっていうのを感じたんで、今回感じたいろんな思いを忘れずにちょっとステージ立ちたいなっていうのは思いましたね。まあ、僕らもそうですけど、お客さんがこう生で見れるっていう、もう今までずっと溜まってたものを発散できる機会だと思うので、まあ、内容は僕らもまだ未定なんですけど、絶対楽しい。1曲目で脱ぐかもしれない、溜まりすぎてあるかもしれない。もちろんそのやっぱ各地域に行くとその町の人たちのこともこうなんか考えながらなので、まあ時期とかまだ未定なんですけど、でも多分タイミングが来ると思うので、はい、頑張りたいなと思います。
僕はやっぱり大気にゼロで勝つことです、ね、やっぱ3ポイント選手なんでやっぱり、ねうん、いやっていうのはあれで冗談ですけど、結構地上波でやっぱ MC というか、まあ、番組をこうやらせていただきたいっていう、こうやりたいっていう、こう目標があって、個人的にはそういった機会があった時にあのチャンスをつかめるような自分に成長しておきたいなっていうのはありますね。とりあえずパーフェクトイヤーだからって始まった番組なんですけど、うん、2年目以降もできれば続けたいですね、僕らも多分政治的不信だったらもしかしたら分かんないです、シビアな世界ですから。そう2代目 MC やってるかも、変わるかもしれないんで、後輩どん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 突き上げてくるんで、そこをこういい感じにやってください。火曜8時はシブザイル。